財前家墓地中央の大型の石塔が重要文化財の財前家宝塔財前家墓地は大分県茅月市大田尾の1609番地にある墓地である。この墓地にある石造宝塔一基は財前家宝塔として1954年3月20日に国の重要文化財に指定されている。また墓地全体が大分県の史跡に指定されている。岸の血を引くと言われる 国崎地方の豪族財前家の墓地である。小野地区の高台にあり、3期の国崎島を中心に、国崎島15期、宝京院島2期、法林島70期、板火14期の、計101期の石島、石碑が散在している。これらの石島、石碑は、鎌倉時代から南北朝時代にかけてのもので、このうち最大の国崎島は財前家宝島として、 国の重要文化財に指定されている。女優の財前直美は財前家につながる家系の出であり、財前は NHK 総合テレビジョンのドキュメンタリー番組ファミリーヒストリーでこの墓地を訪れている。財前家墓地の中心にある総高2.97メートルの国先島で財前氏の祖先である財前美の守るの墓と伝えられる。元号第三子祭事家の絵取りの国名があり、 鎌倉時代後期の元王3年に建造されたものであることがわかっている。また、現世安能構成菩大出理制区崩壊主帖との文が刻まれていることから、被創者の生前に建流された逆手刀であると考えられている。ありがとうございます。